1年に何人か次のような質問をする人がいます。私の本当の使命は何でしょうか。本当の自分探しを20年やっているのですが、まだ本当の使命が分かりません。あなたは今何をやっているのですか。主婦です。主婦なんですね。じゃあ夫と子供、周りの家族に対してできることをただ淡々とやっていけばいいわけですよね。まずは目の前のことをやる。目の前のことをやらないと神様は上から見ていて、家庭のこともちゃんとやれないのだから他のことは任せられないよねと思っているのかもしれませんよ。パッと服を脱ぎ捨てて突然スーパーマンになることを夢見ている人が世の中にはたくさんいます。でも今とは違う別のところにすごい役割やすごい能力が隠されていることは残念ながらありません。今生きている私がすでに100点満点なのだから、今やらされていることを普通に淡々とやって淡々と死ぬのが人生を全うすることだと私は思います。講演会が終わってから私に次のような質問をした方がいます。2年前有名な神社の境内を歩いていたら、白い光が私の体に入ってきました。パーッとすごい光に包まれたのですが、あれは一体何だったのでしょうか。私の答え、単なる勘違いだと思います。この人は、あなたはきっとすごい人なんだ、それはすごい現象だと私に言われたかったのでしょう。けれど私は唯物論者です。本当に特別な力を持った光が体に入ったのだとしたら、すでに私に聞く必要はなかったはずです。すごい人になったのなら、あれをやってもこれをやっても何でもうまくいって、すでに引っ張りだこの状態になっていると思います。あれは何だったのでしょうかと聞きに来るということは、現時点で何も起きていないからであり、2年間も何も起きていないということは単なる勘違いと考えるほかありません。自分には何かすごいことをやる使命があるはずだと思っている人ほど、目の前の人、こと、ものを大事にしていないのかもしれません。頼まれたことを誠実にこなしている人に、これをクリアしたので次は別のことをやらせてみようかなと神様だったら思うのではないでしょうか。